今日から東京シリーズ3連戦が始まります。お、早いですね、リアクションがありがとうございます。今レフトスタンドポール近くのお客様、オールアクション映されますよ。ありがとうございます。今日から東京シリーズ3連戦始まりますから、お互い熱い応援で飲み物いかがでしょうか。ありますけども、今日つばくろも来ておりますので、ぜひぜひお互い盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。そして画面はライトスタンド最前列でございます。お、戦争見えています。ありがとうございます。東京ドームにお集まりいただきましたジャイアンツファンの皆さん、本日は今シーズンのビジターユニフォーム、レプリカユニフォーム、グレーのユニフォームを皆様にお配りしております。ぜひこの時間からご着用いただきまして、今日はその戦闘服でチームと共に戦って勝利を後押ししていきましょう。本拠地です。全員で戦って勝ちましょう。熱いご声援よろしくお願いいたします。そして今シーズンも東京ドームのジャイアンツ戦では、ジャイアンツオフィーレジェンズの生解説を聞きながら試合を楽しめるレジェンズシートも実施しております。本日そのレジェンズシートで解説を担当していただくのはこの方です。清水隆之さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今シーズンレジェンズ初登場ということで、はい、よろしくお願いします。後ほど見どころたっぷり伺いますが、実は今シーズンからこの時間にですね、ジャイアンツタイムマシンと題しまして、過去の出来事を振り返る VTR、皆様にご紹介しております。5月16日ジャイアンツにとってはどんな出来事があった日なのでしょうか。皆様オールラビジョンにご注目ください。ジャイアンツタイムマシンです。打点ランキング2位ですね。まあ、そうですね。
8時プライム